ありがとうございます。私は法華経寺住職神宮寺隆法でございます。神宮寺隆法は40年以上人生相談をしていますが、その中で多い相談の一つが不倫の相談でございます。不倫の対応に誤ると、そのまま離婚になってしまう可能性があります。不倫というのはあくまでも遊びなんですが、それを本気にしてしまうのは配偶者の対応であります。離婚を回避するためには必ず守らなければならないこと、あるいは実行しなければならないことがあります。次回の YouTube の中で私はどうやったら不倫を回避して離婚を回避したらいいのか詳しくお知らせしようと思います。神宮寺隆法はあなたの幸せを心からいつも祈っています。神宮寺隆法でした。ありがとうございます。